マグリットは、ベルギーレシーヌ出身のシュルレアリスムの画家。マグリットの作品においては、事物の継承は、極めて明確に表現され、筆色をほとんど残さない古典的とも言える描法で、丁寧な仕上げが施されている。しかし、その画面に、表現されているのは、空中に浮かぶい岩、鳥の形に切り抜かれた空、指の生えた靴といった、不可思議なイメージであり、 それらの絵に付けられた不可思議な題名ともども絵の前に立つものを戸惑わせ考え込ませずにはいられない。マグリットの絵画は画家自身の言葉によれば目に見える思考であり世界が本来持っている神秘を描かれたイメージとして提示したものである。言葉とイメージの問題を追求したマグリットの作品はミシェル・フーコーのような思想家にも発想源を与え広告や グラフィックアートの分野にもその影響が見られるなど20世紀の文化に与えた影響は大きい。日本においても1971年の回顧展をはじめとして作品展がこれまでに5回開催され、また宇都宮美術館、横浜美術館、豊田市美術館、富山県美術館などに作品が収蔵されている。ザ・ビートルズが 自ら1968年に起こしたレコードレーベルのアップルレコードのデザインはメンバーのポール・マッカートニーが所有するマグリットの絵が使用された。マグリットは1898年ベルギーの西部レシーヌで生まれた。一家はマグリットの生まれた翌年にはジリという町に移り、1904年シャルルロワ近郊のシャトレに移る。 マグリットは1913年の一時期シャルルロアに住んだこともあるが、1904年から1916年まで少年時代の大部分をシャトレで過ごした。ルネ少年は弟ポールと組んでひどいいたずらを繰り返す悪童だった。1912年に母が原因不明の受水自殺を遂げるという事件があり、これは 少年マグリットにとっては当然のことながら大きな衝撃を与えた。1916年ブリュッセルの美術学校に入学。1910年代後半から1920年代前半はマグリットが画家として自分の様式を模索していた時期である。この時期にキュビスム、未来派、ダダ、で、ステールなどの運動を知り、また、ピエール・ブルジョア ELT 目線すら前衛的な芸術家と交際するようになった。マグリットは生活費を得るためにグラフィックデザインや広告ポスターなどの仕事をしつつ、抽象画やキュビスムの影響を感じさせる作品を描いていた。1922年には幼馴染みのジョルジェット・ベルジェと結婚。ベルジェは多くのマグリット作品に登場する女性像のモデルとなる。 1923年、ジョルジョ・デ・キリコの作品、愛の歌の複製を見たマグリットは、涙を抑えることができないほどの感銘を受け、これがきっかけで、シュルレアリスムの方向へ進んでいく。ブリュッセルのマグリット美術館。1926年のマヨエル、迷える騎手が、最初のシュルレアリスム的作品とされている。1927年、ブリュッセルのルサントール・オルガローで、 初古典を行う。以後3年間パリに滞在し、フランスのシュルレアリストたちと交流する。しかし、マグリットは、シュルレアリスム運動の理論的指導者であった、アンドレ・ブルトンとは、馬が合わなかったらしく、1930年ブリュッセルへ戻り、以降ベルギーを離れることは、ほとんどなく、銀行員としての職を得た。マグリットの生涯は、 芸術家にありがちな波乱や気候とは無縁の平凡なものであった。ブリュッセルでは、客間、寝室、食堂、台所からなる、日本式に言えば 3LDK のつましいアパートに暮らし、幼馴染みの妻と、生涯連れ添い、ポメラニアンを買い、待ち合わせの時間には遅れずに現れ、夜10時には就寝するという、どこまでも典型的な小市民であった。 残されているマグリットの写真は常に、スーツに、ネクタイ姿で実際にこの服装で絵を描いていたと、いい、平凡な小市民を意識して演じていた節もある。マグリットは専用のアトリエは持たず、台所の片隅にイーゼルを立てて制作していたが、制作は、手際がよく服を汚したり床に絵の具をこぼしたりする、ことは、決してなかったという。 1920年代前半から前衛芸術に参加していたマグリットはシュルレアリスム運動にも参加しシュルレアリスムの絵画手法であるデペーズマンやコラージュを造形原理としたデペーズマンやコラージュはイメージを本来の文脈から切り離し別の文脈に置くことで驚きや衝撃を生み出す他のシュルレアリスム画家にはないマグリットの独自性はそれらを 絵だけでなく、言葉を用いていったことである。言葉がありえない現実を簡単に言えることや、ものと、イメージと言葉には、様々な関係があり得ることに注目していた、マグリットは、その考察を絵画でもって示した。例えば、イメージの裏切りという絵画は、パイプの絵の下に、これはパイプではないという言葉が添えられているし、青空を描いた絵画の題名が、呪いであったりする。 マグリットが絵画に言葉を取り入れてまで表現しようとしたのは、シュルレアリスム運動の目的様々な規制や惰性に気づき、抵抗し、人間の本来の生を蘇らせること、である。そのために、ジョルジュ・デキリコのような不可思議や、神秘の世界を描き、あるいは現実を揺さぶるために、見えているものを疑わせる、隠されたものを見せようとする。 言葉の意味を素直に受け取れなくするようなイメージを描き続けた。マグリットの絵画が現代においても人々に衝撃を与えるのは、人々が固定観念に縛らわれやすく、それを少し崩すだけで簡単に驚きを与えられるからであり、また、マグリットが自分の絵画は思想の自由を表す物質的な希望だと考えているといったように、 見えないものを見せることで、今まで感じたことのない世界や新しいものの見方の可能性を瞬時に提示するからであろう。マグリットにとって、絵画とは、この世界に関する、私たちの知識を深める手立てであった。絵の題名は説明ではなく、絵は、題名の図解ではない。題名と絵の関係は指摘である。つまり、この関係によって、 二つの相反するものに共通する側面が表現されなければならない。2002年まで用いられていた500ベルギーフラン紙幣の肖像。ありがとうございます。